どうも、ぬるです。聖剣伝説、レジェンド・オブ・マナー続きをやっていきたいと思います。今回は、魔法都市ジオン。ジュミ編の第9番目のストーリーを進めていきたいと考えております。誰か来て。フローライト。こんにちは。私は蛍姫のフローライトのジュミです。この部屋でアレックスが私を宝石泥棒の魔の手からかくまってくれてる。だけど怖い夢ばかり見てしまうの。あなた誰ですの？誰ですの？じゃないですわよ。あなたは怖い夢ばかり見るから、ワグちゃんが驚いて夢から弾き出されてしまったです。どうしてそんな怖い夢ばかり見てるですか？返してくださいです。そんなの私にもわからない。ここにいれば宝石泥棒も来ないし、安全なはずなのに。こんなことじゃ夢の散歩もできないじゃないのよ。あ、申し遅れました、私。馬少女ベルと申します。ご丁寧にどうも。私は蛍姫、フローライトのジュミ。こちらの方は、こんにちはです。どうやらホタルさんの夢の恐怖心の引力に引き寄せられたようですね。夢の恐怖心の引力の説明は面倒くさいので端折らせていただきますです。はい。私が引き寄せたんですか？どういうことになりますですね。夢の構造が複雑なんです。昼間の記憶が夜の夢になり、夜の夢は世界の原型になる。夢を作るのは自分自身、その夢が変われば現実も変わっていく。なんだかよくわからない。簡単に言っちゃうと、楽しい夢を見ましょうと、それだけの話。ホタルちゃんの夢の中へ悪い虫を退治しに行くため、この方が呼ばれたんです。それじゃあ準備はいいですか？どうじゃ行くんです。これはちょっと嫌だな。サボテン君がいる。砂漠は俺様の心のふるさとですよ。俺様は俺様のこと、俺様とか言うのちょっと偉そうですよ。
ついたね。天涯孤独の準備だと砂漠に転がる石ころと同じだ。ジュリ君、もうあなたのために涙を流せないよ。これが最初に戻ってないか。
今夜は蛍ちゃんの眠りについたみたいです。これで夢の世界も少しは歩きやすくなるはずです。夢の世界は頭の中で勝手に作られた嘘の世界だって思ってる人が多いけど、本当は夢にも実体があって、それを現実のフィルターを通して垣間見ることを見るのが夢なんです。それじゃあ私はこれで楽しい夢を見てくださいね。私食べに来ちゃうんです。あれ？ロミアの魔石来ちゃった。夢か現実か。夢の中の砂漠で夢の砂漠人に会ったとか会わなかったとか、おかしい話は僕にはよくわからないな。竜巻ファイター。はい、というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。